これも何？東海道なんとかなの？の一つ？四日市亀山、本当だね。あれ俺の小屋ぞ。本当。ちゃんと靴脱いで。いいじゃない。とりあえずホテル到着しました。子供たちは妹の家族の方に遊びに行ったので、ほないただきます。グランパイ。ただいまおかえり。じゃあ貸し切りお風呂行ってらっしゃい。いいね。もう一本だけ飲んじゃおうと戻ります。グラッパイ。いやー、あーうめー。 CM コンかな。じゃあ誕生日おめでとうございます。うちのチャンネル、あのグランパイってやってるんで。すいません、グランパイって言ってもらっていいですか。字幕にも書かなくなっちゃったんだけど。よし、いただきます。あ、確かに確かに。もうね、全然つかめない。押してる？誰が？え、なになに？そんな面倒くさいことしなかった？嘘？そんなことないよ。普通はあるんだって。あ、ついたついた。はい、美味しそう。
鎌倉ターめっちゃ美味しそうやな。うん、僕は何を見てるでしょうか。これあちらのお酒です。こんなの2人組で、ね、2人のおじさん焼き酒3種セットにしようか。迷っちゃうね。でも3種だから多分これぐらいじゃない。ちっちゃいのが3つ来るんじゃないかな。でもそう思ったらまずこれ1杯飲みたいよね。ウコン、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 テロップ出すからその声も入れといて、テンダンってやるときウコン、その音でわかるんだよな。飲み忘れこれのデザート、グラス2つください。グラスを2つの、はい、ウコンのグラスを2つの、はい、ギダチコン、ジコン、ジコン、忘れとった。知って、あ、うん、ジコン。皆さんご存知。まあ日本酒好きだったらもう当然当然。知らないんだけど。ローマ字でも書いてある。ZIKON、ジコン。美味しそうじゃん。中リーさんみたいな話をしました。皆さんこんにちは、中リーでーす。中リーさん一生怒られること1000人ぐらいのやつが受講に届いてます。めっちゃ古いてじゃあ俺が生まれる前だね。そんなことないよ。それは時系列おかしいです。いいじゃん。いいね。買ってもらえたら。でもまあこんだけ小さいからもっとさ、そうなんだ。小学生も。こっちになるよ。これ裏見え錦。これ辛口だな。これはこれでうまいな。お疲れ様でした。はい、まず出すいいよ。開けないの。見て、エマちゃんパックンチョ食べるんだって。かわいいね。いちご味、いちご味ね。当たりついてんの、これは。なんかどこに書いてある。あ、みんな入った。みんな入った。負けないっちゅ。あれちょっと、ちょっと、あー、スタートダッシュできてない。どうなってる。あれちょっと待って。固まった、固まった、固まった、固まった。多分違うページ開きながらだときついかもしれんね。ジュースなどを入れてドリンクホルダーにすることができますので、よかったらお家でも。